有史以来人類は様々なエネルギーを手に入れ、文明はその力に導かれて歩んできた。ではメタトロンほどのエネルギーが導く文明の行き先は何だ？着地態勢に入る。 MR1422 リンゴイグリッドロック解除。着地まで20。珍しいな。何？メタトロンだ。西は随分位置が浅い。こんな表層にメタトロンが？それもバカに強い。なんだありゃ。オービタルフレーム。エボをやられた。バフラムの連中だ。バフラムって火星の？リンゴ！おはようございます。戦闘行動を開始します。動け！ここ半年で火星の事情は大きく変わったわ。今バフラムの戦力は圧倒的よ。連合軍は必死の抵抗したけど、戦争ってほどのものさえ起こらなかった。火星圏がバフラムのものになるまであっという間だったわ。アーマンはもう始動準備に入ってるわ。アーマンを動かすこともそして止めることもこの2機にしかできない。これを手にした者が人類最高の権力を手にするっていう仕組みね。目的はこの機体か。さあ、バフラムにしたってやり方が荒すぎる。でしょうね。指揮官は誰だ？ジフニー。お前バイオラか？アーマーンの注水で自爆するようセットされている。必要になればエイダは自爆装置を起動するわ。そういう命令なの。アーマーンへ行くのか。エイダ答えてくれ。アーマーンへ行くんだろ。だったら何なんだ。エイダはジフティをアーマーンで自爆させる気なんだぞ。エイダお願いね。アリストの連中に何かあったら許さねえ。殺してはいないわ。信用できねえな。どうせもう死んでる身だ。俺は自分でケリをつける。ダメよ。見ろ、メタトロンの完全なる結合、全てを終わらせる破壊を。止まれ。あなたは今失
った心肺機能を機械で補ってるわ。その動力はジェフティから供給されてるの。つまりあなたはジェフティを降りたら死ぬのよ。この2機の性能は互角だが、ジェフティがアヌビスと並ぶためには一つ欠けているものがある。スペックを最大限に引き出すためのプログラムだ。勝てるかどうかはランナー次第だ。邪魔だ。アーマン計画の目的は支配ではない、破壊だ。来た。アヌビスです。私がいなくなっても必ず、ねえ、必ずアーマンを止めて。アヌビス、レオ待て。アーマーンは私を選んだ。宇宙の意志が、人類の無意識が、終末を望んでいるのだ。見えろ、これがメタトロンの意志だ。舞台の仲間が何人死んだと思ってる。お前もアーマン計画の一翼を担っているのだ。私たち仲間でしょ。戦闘終了、アヌビスの勝利です。お前は私の部隊に戻ってきたんだ。お疲れ様でした。優勝したのもヘスペリアゲールズだ。無駄話してると激突するよ、ディンゴ。残り30秒でカウンターのヘンリー G がフィールドアウトからトラッシュしやがったんだ。夜中に部屋で大騒ぎしたのを思い出した。着地まで20。今年も楽しみね。着地体制に入る。火星じゃもうとっくに盛り上がってるだろう。こっちは200時間後だ。いい子にしてればすぐよ。お、珍しいな。何？メタトロンだ。西は随分位置が浅い。アンジ、着地ポイント変更だ。ちょっと見てくる。オッケー。リック、聞いてたか？すぐ戻る。リンゴ、66年の優勝はどこだっけ？ああ、その頃は知らねえんだ。チェ。あ、ごめん。今年こそ優勝はロッドタルシスだよ。また給料全部吹っ飛ぶぞ。
絶対だって。リンゴ、メタトロン反応は矢印の方向みたい。あんまりレブに無茶させないでね。ねえリンゴ、今日仕事の後空いてる？ポイントに到着。こんな表層にメタトロンが？それもバカに強い。前はなかったぞ。うるせえな。デブリかしら。観測の連中またサボってやるな。なんだありゃ。どうしたの？落とし物だ。ちょっと見てくる。嫌な予感がする。船ってなんだ？アンジ！運用艦？バグラムじゃねえか。Okay!
解を確認。なんだこの機動性は。当機はオービタルフレームジェフティーです。操作説明を行いますか。お前は。独立型戦闘支援ユニットエイダです。戦闘コンピューターだ。ウェブのナビゲーターよりは頼りになりそうだ。一緒にしないでください。操作説明を行いますか。ああ、エイダやってくれ。訓練したい項目を選択してください。移動の説明を開始します。ジェフティは左スティックで前後左右に移動。三角ボタンで上昇、×ボタンで下降します。移動中に R2 ボタンを押すとダッシュを行います。 R2 ボタンを押し続けるとダッシュ移動が行えます。高速移動したい時や敵の攻撃の回避に有効です。移動の説明を終了します。通常攻撃の説明を開始します。ロックオンカーソルが緑の時は遠距離状態、赤の時は近距離状態です。遠距離で四角ボタンを押すとショット攻撃、近距離で四角ボタンを押すとブレード攻撃を行います。通常攻撃の説明を終了します。ダッシュ攻撃の説明を開始します。ダッシュ移動中に四角ボタンを押すとダッシュ攻撃になります。近距離状態でダッシュ攻撃するとダッシュブレード攻撃を行います。遠距離状態でダッシュ移動中に四角ボタンを押すと複数の敵をロックオンし、四角ボタンを離すとホーミングレーザーを発射します。ホーミングレーザーはサブゲージを消費します。四角ボタンを長時間押すとロックオンできる敵の数も多くなります。敵を複数同時に倒すとサブゲージが回復します。ダッシュ攻撃の説明を終了します。現在その操作はできない設定になっています。バースト攻撃の説明を開始します。ジェフティが静止中に R2 ボタンを押すとバースト状態になります。この状態で四角ボタンを押すとバースト攻撃を行います。敵が近距離にいる状態でバースト攻撃をするとバーストブレードを行います。敵が遠距離状態でバースト攻撃をするとバーストショットを行います。バーストショットは四角ボタンを押し続けることでパワーを貯めることも可能です。バースト攻撃は敵のガードも貫通する強力な攻撃です。またバーストショットはサブゲージを消費します。バースト攻撃の説明を終了します。ガードの説明を開始します。 R1 ボタンを押すとガード状態になり敵の攻撃を防ぐことができます。ただし全ての攻撃を防げるわけではありません。
音切り替えの説明を開始します。ジェフティと敵が一定距離内に近づくと自動的にロックオンします。敵が複数いるときは L2 ボタンを押すことでロックオン対象を切り替えられます。また右スティックでもロックオン対象を変更することができます。ボタンを押し続けるとロックオンを解除できます。ロックオン切り替えの説明を終了します。リングレーダーの説明を開始します。敵が近づいてくるとジェフティの周りにリングレーダーが表示されます。敵が遠距離状態の時は緑、近距離にいる時はオレンジに色が変化します。リングの大きさは敵との距離を表します。また画面外から敵の攻撃が近づくと赤のリングレーダーが表示され、警告サインによって攻撃の方向、距離が示されます。攻撃が近づくにつれサインが広がって表示されます。リングレーダーの説明を終了します。コンボスマッシュの説明を開始します。近距離での通常ブレード攻撃で連続攻撃を行うことができます。四角ボタンを連続で3回押した後、4回目が四角ボタンの場合は敵を後方に突き飛ばす切り攻撃になります。4回目が三角ボタンの場合は敵を突き上げ上に突き飛ばします。4回目が×ボタンの場合は敵を切り下ろし下に突き飛ばします。それぞれ壁、天井、床に突き飛ばすことで敵に二重のダメージを与えることができます。コンボスマッシュの説明を終了します。カメラの説明を開始します。ロックオンしていないとき、ジェフティは左スティックを倒した方向に移動します。このとき左スティックを離すとジェフティを後方から捉える向きに直ります。また右スティックでもカメラの方向を操作できます。右スティックの操作によりターゲットマーカーを動かし、特定の場所を狙って攻撃することが可能です。カメラの説明を終了します。トレーニングを終了します。了解。ポイント04に向かいます。敵機接近、無人戦闘機軍です。無人戦闘機モスキート、1体ごとの攻撃力はわずかですが、数が多いので注意してください。モスキートはホーミングレーザーでまとめて倒しましょう。
通信を663に。了解、つなぎます。リンゴ、助けてよ。どこにいる？足をやられた。リック、今どこだ？じっとしてろ、すぐ行く。デッキ接近。逃げろ！
見つかったからには渡してもらうわ。ワープラムがカリストに何の用だ。ただの採掘工じゃないよね。落とせ。アイダラジュスティを渡して。無駄よ。行けビスプ。敵の攻撃をレーザーで撃ち落としてください。ラムにしたってやり方が荒すぎる。でしょうね。指揮官は誰だ。言うと思う。待て。すげえな、ディンゴ。無事か。ああディンゴ、敵がこっちに来る。わかった、なんとか食い止める。あなたが。アンジ、元気でな。敵艦内高エネルギー反応、突入。
そうと潰される。行くしかねえ。ジェフティは周囲にあるオブジェクトを丸ボタンで掴んで利用することができます。オブジェクトを掴んだ状態で四角ボタンを押すと、掴んだオブジェクトを武器にして強力な近距離攻撃を行います。オブジェクトを掴んだ状態でもう一度丸ボタンを押すと投げつけることができます。形状によっては R1 ボタンで通常ガードでは防げない攻撃もガードすることが可能です。また衝撃を与えることで爆発を起こすものもあります。グラブオブジェクトの説明を終了します。掴みの説明を開始します。敵の近くで丸ボタンを押すと敵を掴みます。敵がガード状態でも掴むことができます。敵を掴んだ状態で四角ボタンを押すと、掴んだ敵を振り回して他の敵に近距離攻撃を行います。敵を掴んだ状態でもう一度丸ボタンを押すと敵を投げ飛ばします。敵を掴んだ状態で丸ボタンを連続で押すと、掴んだ敵を回転投げします。敵を掴んだ状態で R1 ボタンを押すと、掴んだ敵でガードを行います。敵を利用したガードは通常ガードでは防げない攻撃もガードすることが可能です。また敵を一定時間掴んでいると振りほどかれてしまいます。振りほどこうとする敵はバーストすることで麻痺させることができます。敵掴みの説明を終了します。トレーニングを終了します。
り目的はこの機体か。分かっていて乗り込んだのですか。仲間を巻き込みたくなかった。それに確かめたいこともある。矢印の方向に進んでください。釣り系？接近戦で使用するブレードなどです。だがブレードも届きそうにない。何か攻撃に使えそうなものを探してください。どうした？棒状の建材を掴んで投げてください。外壁にある棒状の建材が攻撃に使えそうです。つかみ投げをするにはつかみたいものの前で丸ボタン、敵にロックオンをしてもう一度丸ボタンで投げつけることができます。棒状の建材を掴んで投げてください。お前、バイオラか？通信相手はおそらく戦闘 AI です。 AI だと？バイオラ、おい！過去の戦闘データと戦闘能力に関わる一部人格を複製しているに過ぎません。反応は望めないでしょう。ならバイオラ本人は？該当するフレームランナーはすでに死亡しています。死んだ？2172年アンティリア襲撃事件。連合宇宙軍統括下、木星の衛星軌道上コロニーをバフラム軍が襲撃し、開発中のオービタルフレームを奪取した事件です。あの事件にバイオラが。その奪取されたオービタルフレームってのは？オービタルフレーム、アヌビス。当機ジェフティも彼らの目標に入っていましたが、奪取は免れました。
ジェフティはバフラムの手に渡るのを恐れた何者かによって回収され、そしてカリストに破棄された。おおむねその通りです。アンティリア襲撃を指揮していたのは誰だ？バフラム軍指揮官ノーマン大佐。ノーマン、どうした？共鳴反応です。共鳴？アヌビスです。久しぶりだな。今まで何をしていた？ちょっとした休暇をね。降りて私の部屋に来い。この船に乗ってきたの？カリストの連中に何かあったら許さねえ。殺してはいないわ。信用できねえな。
腕が鈍ったぞ、リン。ぬるま湯に使っていたの。ノーマン。ケン、下がっている。紹介しよう。ディンだ。6年前、我が部隊の主力パイロットだった男だよ。リンゴ、イグリッド。軍の記録では死んだことになっている。あんたこそ小さい仕事するようになったな。辺境に飛ばされましたか。口を慎め。お前は私の部隊に戻ってきたの。戻ってきた？ふざけるな。戻れ、ディンゴ。これから面白くなる。断る。あんたのお遊びのおかげで死にかけたんだ。冗談じゃねえ。分かってない。もう自由だの独立だのって建前には乗せられねえぞ。舞台の仲間が何人死んだと思ってる。はっきり言えよ。お前が殺したんだ。知らん。やろ。リンゴ、戻れ。お前は好きだ。吐き気がするぜ。死体は片付けておく。やり方聞いたことありません。本当にノーマン大佐のご命令で？じゃなきゃなんで私こんなことさせられなきゃならないの？いい、お願い。しました。ありがとう。あとはいいわ。あ、はい。お目覚め？2ヶ月も寝てたのよ。
髭は剃らせてもらったわ。エイダ、お願いね。不本意ですが。どこだ、ここは。火星の玄関口、ダイモスステーションの中よ。具合はどう？吐きそうだ。死ぬよりマシでしょ。俺、死んだんじゃないのか。死んでないわ。心臓も肺もないけどね。じゃあ死んでるだろ。いいえ、ジェフティーに乗っている間は生きてる。ジェフティー、あなたは今失った心肺機能を機械で補ってるわ。その動力はジェフティーから供給されてるの。あ？ジェフティーを降りたらバイタルへのエネルギー供給が断たれる。つまりあなたはジェフティーを降りたら死ぬのよ。冗談はやめろ。試してみたら？しやがった。仕方ないでしょ。狭いコクピットに装置が全部入らないんだから。頼んでねえぞ。言ったでしょ、助かりたかったら私に協力してって。知らん。いつだ。死ぬ間際よ。知らん。命を助けてあげた上にクルーの目を盗んで2ヶ月も看病してあげたのよ。もっと感謝してくれてもいいんじゃないの。チキショ、まともなバイタルをつけろ。全部終わったら元通り綺麗に直してあげるわよ。だから私の言うことを聞いて。投げるな。なぜ俺がバフラムに。私バフラムじゃないわ。何？その反対、連合宇宙軍よ。私はケンマリネリス。バフラムには任務で潜伏してる。なんだと？いちいち驚くわね。当たり前だ。時間がないって言ったでしょ。こっちだって趣味でこんなことやってるんじゃないのよ。まずダイモスを脱出して、話はそれからよ。こんな場所で長話してるのがどれだけ危険か分かってるでしょ。死人には分からんね。あなたはまだ生きてるわ。ノーマンもまだ生きている。仇を取りたいでしょ。あいつは仲間を殺した。私も目的は同じよ。あなたの悪いようにはしないわ。一つだけ教えてくれ。何？今年の優勝はヘスペリア・ゲイルズだよな。ちょっとふざけないで。大真面目だぜ。どうなんだ？火星は今それどころじゃないわ。